皆さんこんにちは、キリアです。夜灯す続きをプレイしていきたいと思います。やっぱり具体的なことがわからないよ。今日の練習を聞いてみても、やっぱり私たちの合奏には音のまとまりが欠けていると思う。ただ具体的に何をどうすればそれが良くなるのかわからない。昨日スメラギさんは曲への解釈の違いと演奏に対する姿勢がバラバラだって言ってた。あの後曲の解釈についてはみんなで話し合ってみた。だけどその結果演奏が良くなったかというと、まあ、そんなに簡単には弾き方を変えられないですよね。それに演奏に対する姿勢というのはもう全然わからない。スメラギさんはやる気の感じられない音、自分を偽る音なんて言ってたけど、それは誰の音のことなんだろう。ああ、なんか一人一人にそういう問題点があるのか。やる気が感じられない、自分を偽るやる気が感じられないのは類ではない気がする。自分を偽る、私たちの中にやる気がない人なんていないと思うんだけど、具体的な問題点がわからなければ直しようがない。スメラギさんに詳しく聞いてみたいな。もしやる気がない人がいたとして、その人がグループ層に選ばれるような人だとしたら、それは相当やる気出したらうまいんじゃないかと思った。やっぱりもう一度何するの。すっごい驚いてる部長。いつの間にか目の前にニコニコと笑みを浮かべた部長。考え事をしながら歩いてたから全然気がつかなかった。眉間にしわ寄せて何を考えてたんだい、次期部長くん。これもう部長に相談してみましょう。おっと、そういえば部長の方こそ午前中は何してたんですか。あれ、なんでごまかすんだ。普通に部長に相談すればいいと思うんだけど。それはね、次期部長には共有しとかないとだね。スメラギさんのことでタイちゃん先生と話し合ってたんだよ。それで話はどうなったんですか。いやー、それがね妙案は出ないというかね、事態が悪化してるんだよね。悪化、ことほと困ったというように部長は自分の頭に手をやる。事態が悪化って、今朝になって団体操で出場予定の子たちがね、スメラギさんをメンバーに入れないでくれって言ってきたんだよ。ああ、団体操の方でもいろいろ問題が起こってるのか。仲間を尊重できない人とは一緒に演奏したくない、スメラギさんが出るなら自分が外れるとまで言われちゃってさ。先生も真剣に受け止めてるんだけど、ただ団体操からスメラギさんを外すってわけにもいかないらしくてね。高層大会に彼女を出場させるのはスメラギ家との約束になってるから、かといって出場応募の締め切りもとっくに過ぎちゃってるから、独創部門で出てもらうってわけにもいかないしね。どうしたもんかなって。ショックだった。うちの部から誰かを排斥しようっていう動きが出てしまったことが。総局部は部長の真剣に楽しくというモットーのもと、みんなで音を楽しむという姿勢を大切にしてきた。部員たちもみんなその姿勢に共感して、団結力とか仲の良さとかそういったことが部の自慢だったのに。部長だってショックなはずだ。こういう人だから態度には出さないけれど、総局部をそういう部にするために部長がどれほど努力してきたか。これまで部長とみんなで築き上げてきた部活がスメラギさんをきっかけに崩れてしまおうとしている。ちょっとそんな顔しないでよ。何にも打つ手がないってわけじゃないみたいだしさ。ほらこれ。そう言って部長が折りたたまれた紙片を差し出した。それは今朝練習前に琴爪が一本見当たんなくてさ、ロッカー探そうと思って開けたら入ってたんだよね。ほら見てみて。
紙片を受け取り開いてみる。少し黄ばんだ年代を感じさせるエンボスの意匠のついたノートの切れ端らしきものには、整った字で何か書かれている。なんだ、お話がありますので、昼休み中、旧校舎前でお待ちしています。スメラギ・ユーカ。ほう。ああ、これ、今言わなくてもらった。お話がありますので、昼休み中、旧校舎前でお待ちしています。スメラギ・ユーカ。これ、スメラギさんから部長への手紙ですか？なんでわざわざ旧校舎なんかに。他に誰もいないところで、私と話がしたいってことじゃないかな。で、この機会にスメラギさんの胸の内をしっかりと聞かせてもらおうと思っててさ。あの、それ私も一緒に行っちゃダメですか？私もスメラギさんと話したいことがあるんです。おお、そっか。でも気持ちはわかるけど、ここはこの老人に任せてはくれんかな。部長はおどけた口調で私の頭をポンポンと撫でた。一応これ私のロッカーに入ってたわけだしさ。それなのに鈴を連れていくとまとまる話もまとまらないかもしれないじゃん。二人だけで話がしたいなら、そうですよね、ついていかない方が。今日のところはまず私が話してみて、その後で鈴やみんなとスメラギさんが対話できる時間を作れるようにするよ。だから今日はちょっと部活に顔出せないかもしれないけど、スメラギさんのことは私に任せてくれにゃいか。くれにゃいか次期部長には私のいない間の部活を託すからさ。部長。おっと、選択肢嫌です、任せてください。まあこれは自分は部活の方をに行きましょうか。ちょっと一応セーブだけ取っておくか。よし、任せてください。わかりました、部長の留守中は任せてください。ありがとう。それじゃあちょっと行ってくるね。はーい、行ってらっしゃい。私は手を振って部長を見送る。確かに部長が手紙を私に見せたと知ったら、スメラギさんは腹を立てるかもしれない。ここは部長に任せておくのが正解なんだと思う。でも、やっぱり気になる。スメラギさんは部長と何を話すつもりなんだろう。もしかしたら昨日の一件のことを謝りたいとか。もしそうだったらきっと和解できる。そしたらみんなもスメラギさんのことを受け入れてくれるはず。ってダメだな私。他人の気持ちを勝手に想像してあれこれ考えたって意味ないって、昨夜おばあちゃんに、昨夜おばあちゃんに言われたばっかりなのに。でもやっぱり気になるものは気になる。もしかしたら二人の話し合い次第で総局部のこれからが全く変わってしまうかもしれない。そうだ、ついていくのがダメでも遠くから見るだけなら。校舎の屋上からなら旧校舎の前が見通せるはず。会話してる声は聞き取れないだろうけど、せめて二人の様子を見守りたい。ごめんなさい部長あれさっきの選択肢の意味は。約束通り留守中の部活のことは任されましたから、どうか昼休み中だけ許してください。あ、昼休み中だけ行くのか。よし。はあはあ、階段ダッシュきつい。階段を駆け上がったのもきつかったけれど、そもそも今は夏休み中の暑い盛りなのだ。全身から汗が吹き出すのを感じる。だが、屋上のドアを開けると、風が頬に当たって、わずかばかりの涼をもたらしてくれる。とその時、屋上に先客がいるのに気づいた。まずいな、旧校舎を覗いてたりしてたら変に思われちゃうかな。で、え？そこにいるの？スメラギさん？さて、来てみたのはいいものの。あれ？ん？ん？呼び出された旧校舎の前には誰の姿も見えない。昼休み中はここで待ってるということだったが、と周辺を見回していると、どこからか琴の音が聞こえてくる。スメラギさん屋上にいた。これは、
黒髪だね。子供の頃よく練習したな。でもこの曲どこから。なんか嫌な予感しかしない。音はマリノの頭上から聞こえてきていた。まさか旧校舎の中に誰かいるのかと視線を上げてみると、2階の角の教室の窓に誰かがいる。それはマリノを呼び出した手紙の主、スメラギ優香だった。マリノというのはこれが部長の名前か。何ですと、旧校舎の前って書いてあったのに。なんかこれは困ったぞ。立ち入り禁止ですもんね。旧校舎は立ち入り禁止の場所だ。それもただ禁止されているわけでなく、老朽化による危険が禁止の理由で、過去には実際に怪我人も出ている。受験生としても、夏休み明けの大会に臨む総局部員としても、今こんなところで怪我をするわけにはいかないのだが。スメラギさんが私の本気を試してるとか。それともよっぽど他人には聞かれたくない話なのかな。あ、いや、単純にここが危ないって知らない線もあるな。いろんな考えがマリノの頭の中をめぐり、しばし沈思する。だが最終的に彼女は旧校舎の中に入ることにした。どのパターンだったとしても、スメラギさんをあそこに放置するってわけにはいかないよね。よし、行くしかないな。おっと、これでまた鈴の視点に戻ってきたか。この学校の屋上は課外時間中は基本的に開放されている。物干し場としても使われており、夏休み中も運動部が選択した練習着を干していたりする。休憩用のベンチも置かれていて、生徒たちの憩いの場ともなっているのだが、今日もそのベンチに腰掛けている生徒がいた。スメラギさんだよね。うん、やっぱりそうだ。一瞬疑問を感じたのは、彼女がこれまでに見せたことのない表情をしていて、まるで別人のように見えたからだ。先日私が拾って届けた手帳を胸元で広げ、中身を読みながらスメラギさんは笑顔を浮かべていた。ほんのかすかな微笑みだけど、とても穏やかで柔和で、そして綺麗な笑顔を。あなた。あ、はい。私が屋上に上がってきたことに気づいたスメラギさんは、手帳を閉じていつもの能面のような表情に戻ってしまう。何のよ。あの、覗き見とか跡をつけたとかそういうわけじゃなくて、私も屋上に用事があって、たまたまで。別に何か悪いことをしたわけでもないのだけど、ついつい責められているような気がしてしどろもどろになってしまう。まあ部長とスメラギさんの約束を覗き見しようとした負い目があるからなんだけど、って、あれ？あの、スメラギさん？部長との約束はどうしたの？部長さんとの約束？何のことを言ってるの？え？だってスメラギさんが部長を手紙で呼び出したんじゃないの？何のことだかさっぱりわからないけど、何かの勘違いじゃないの？私の方からあなたたちに話すことなんて何もないわ。これで話は終わりと言わんばかりにスメラギさんが立ち上がる。ちょっと待ってスメラギさん。部長との約束のことは置いておくとしても、今スメラギさんに確認しなければならない気がした。彼女が大切に抱えているその手帳のことを。まだ何か用なの？夢で見たなんて言っても変な子だと思われるかもしれない。だけどどうしても確かめたい。どうして私の夢にスメラギさんが出てくるのか。私、その手帳を知ってるの。何ですって。今にも屋上から立ち去ろうとしていたスメラギさんが足を止め、私の方を振り返る。本当なの？私その手帳を。うん、スメラギさんのことを知ってるの。それどういう。うえ。突然空気が張り裂けるような悲鳴が響いた。私もスメラギさんも思わず身をすくませる。何今の悲鳴。今のマヤちゃんの声。ごめん、話の続きは後で。あ、ちょ
胸騒ぎがする。あの悲鳴はただことじゃない。まやちゃんの身に何かがあったに違いない。私は悲鳴が聞こえてきた急行車に向かい、ひたすら走った。まやちゃん！どうしたの？何があったの？急行車に向かう途中、涙で顔をぐちゃぐちゃにしたまやちゃんを見つけたので、急いで駆け寄った。急行車の方に何人か教師が走っていくのが見えた。とにかく私も急行車に行こうとまやちゃんを抱きかかえるようにして走る。しっかりしろ、竹沢、竹沢。人だかりの中で先生の声がした。周囲の職員たちはしきりに携帯電話でどこかに連絡をしている。先生の傍らでるいちゃんがへたり込んで放心している。それを支えるようにして、玲子ちゃんが寄り添っている。そして。嘘。乾燥した校庭の地面が赤い血で濡れていた。その血だまりと散乱したガラスの破片の中央に、まるで糸の切れた操り人形のように。嘘。部長。部長なんかいいキャラだったのにな。周囲の音が遠くなっていく。何かしなきゃと頭のどこかで考えているのに、体の力が抜けてその場にへたり込んでしまう。あまりのことに感情が麻痺してしまったのか、体は動かないのになぜか頭の中はひどく静かで。部長の体にはなぜか白い糸が巻きついているのが見えた。そして左手にはあの手帳の切れ端が握りしめられて。はあ、部長。いや、部長、これは犯人探しとかそういうあれじゃないですよね。マヤはなんであそこにいたんだ。マヤはなぜ旧校舎の方にいたのか。普通に部室が旧校舎と普段の新校舎の間にあるから、それで通りかかっただけなのかな。ただ一人で。あ、そっか、どっかに買い物に行くとか言ってましたっけ、マヤは。その帰り道か。では、四幕、来訪者。パタパタパタ。周囲に人がいないのを確認しながら、せめてスカートがはためかないように抑えながら、息を切らして全速力で廊下を駆け抜ける。目指すのは、お姉様の待つあの練習室。今日も聞こえてくるレコードの黒髪の音が、徐々に近づくのを感じながら、やっとたどり着いたドアを勢いよく開ける。お姉様、お姉様。まあ、またそんなに廊下を走って。明日ないわよ。多分これがあの旧校舎の後ろ姿で見えた人ですよね。人というか幽霊。で、黒髪を引いていた。部長を殺したのはこの幽霊なのか？でも何の目的でわざわざ呼び出して部長を。それどころじゃないんですよ。聞きました？お姉様。あの、いけすかない生活指導の教師のこと。興奮して話す私の顔を見ながら、はてというように小首をかしげるお姉様。いけすかないなんて変わった名字の先生いたかしら。ああ、もうそうじゃなくて、私のお姉様の仲がいいことに文句を言っていたあの教師ですよ。私の顔を見るたびに家柄がどうとかでブツブツ言ってたじゃないですか。ああ、いらしたわね、そんな無粋な先生。なんと学校を辞めたらしいんですよ。まあ、こんな突然に？はい。なんでも、昨日夜遅くに車との接触事故にあったみたいで、怪我自体は大したことないらしいんですけど、本人がひどく動揺してて、どうしても辞めさせてほしいって。職員室が今、大騒ぎになってるそうですよ。あら、それはおかわいそうに。というか、相変わらずあなた、
情報通よね。はい、今日は清掃員のおばさんに聞きました。それは置いといて、ざまあみろですよ、ざまあみろいくらいけすかない人でも交通事故にあって、これはどうなんだ。私とお姉様の関係に妙な口出しをするから罰が当たったんですよ、きっと。こら、そんな滅多なこと言わないの。きっと偶然でしょ。もちろんそうですけど、でもちょっとだけですけど、スカッとしました。あら、怖い。うちの妹はずいぶん悪い子だったのね。お姉様が眉をひそめるような芝居がかった仕草をする。冗談だってわかっているけど、思わず焦って取り繕う。嘘ですよ。いや、心配だな。お怪我がないといいですね。そんな私の慌てた様子を見て、お姉様は表情をふわっと緩め、おかしそうに微笑んだ。冗談よ。さあ、こっちにいらっしゃい。お姉様は手にしていた手帳を閉じて机に置くと、私の方に向き直って手招きをする。ポスッとお姉様の胸に頭を預けると、その白く長い指が私の髪を柔らかくすく。いつまでもこんな風にお姉様といたいです。あんな先生や変な生徒に邪魔されないで。そう、私たちは決して人の不幸を喜んでいるわけじゃない。きっとそんなに長くは続かない。どうしたって終わりが来るって分かっているこの時間を、私たちのささやかな、だけどかけがえのない幸せを、邪魔されたくない。ただそう願うだけ。ええ、私もよ。そう言って抱きしめてくれるお姉様が、その時どんな顔をしていたのか、私は知らなかった。なんかちょっと怖い笑顔ですよね。さあ、というところで今回はここで終わりにしましょうか。これでもう部長が大変なことになってしまったけど、これどうするんだ？部長がいなくなって、しかもグループ層に一つ空きができて、グループ層の空きに関してはもしかしたらまあなんとなく展開が見えそうな感じはしますが、部活のことと、そしてあの幽霊のことに関しても問題を解決しないといけない。さあ、というところで今回はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画の評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。